出発式、海幸山幸は、九州旅客鉄道が、宮崎駅南号駅間を日本本線、日南線経由で運行する、臨時特急列車である。特急、海幸山幸は、宮崎市と日南市などの宮崎県南部地域を結ぶ、観光列車として、2009年10月10日に運行を開始した。日南線電基地駅南での優等列車の運転は、 1980年に快速に格下げされた急行、佐田・大隅以来29年ぶりで、特急の運行は初めてとなる。列車名は、南九州が舞台とされている、日本神話の山幸彦と海幸彦に由来している。コンセプトは、木のおもちゃのようなリゾート列車。列車番号は、南号行きが 8051D、宮崎行きが 8052D となる。 2020年3月13日のダイヤ改正より、二往復体制に増便され、ワンマン運転のため車掌は乗務せず、客室乗務員が、車内改札や、観光案内などを行う。向井やミノルオリジナルのミュージックホーンが2種類、車内放送用に2種類の車内チャイム、3分弱の、車内 BGM が収録されている。宮崎駅南宮崎駅田吉駅子供の、 国駅、鎮太尾駅、北郷駅、予備駅、日南駅、油津駅、南郷駅2005年9月の台風14号による被害で廃線となった高千穂鉄道の TR-400 系機動車2両を購入し、改造の上充当している。導入に際しては、JR 九州のローカル専用機動車である、キハ125系機動車に、形式編入され、400番台に、番台区分された。 内外装のデザインは、三戸岡英治が担当し、前期した、コンセプト通り、内装のみならず、外装にも木材が使用されている点が特徴である。当初は、鹿児島総合車両所所属であったが、2011年4月1日に、宮崎車両センター発足に伴い転属した。編成は普通車のみの設定で、定員は1号車、山崎が21名、2号車、 海幸が30名の計51名である。1号車及び2号車のうち21席が指定席、2号車のうち9席が自由席となる。運行開始当初は2号車全車が自由席となって、いたが指定席が取りにくい状況が続いたことから、2009年12月5日の運行分より2号車の一部も指定席に改められた。なお、 定員外のフリースペースとして1号車には6席分、2号車には8席分のソファシートがそれぞれ設置されている。1号車にはサービスカウンターがあり、この列車のスタンプが用意されている。また車内ではこの列車のオリジナルグッズや前日の車内 BGM などが収録されたオリジナル CD、沿線の特産品や飲食物の販売を行っている。放送装置も サービスカウンターに設置されており、放送は基本的にここから行い運転席の放送装置は使用しない。沈田駅北号駅間の鬼の洗濯板、油津駅南号駅間の七つ岩が見える付近では、速度を落として走行している。その際前日の車内 BGM が流れ、客室乗務員が案内放送を行う。また、帯駅到着前などでも観光案内放送を行っている。 日南号観光列車の運転に合わせて地元でも連携した動きが見られ、下り列車は帯駅に約10分停車し、駅では地元住民による特産品の販売が行われており、乗客がお土産などに購入する姿が見られる。また、下り列車の南号駅到着時刻と、 上り列車の南号駅発車時刻に合わせて周回バスも運転されており、旧南号町の観光地巡りもすることができる。この列車と連動して宮崎交通が観光バス、日南号を走らせていたが、2016年2月28日の運行をもって運行を終了した。運行終了後、車両はラグナテンボスの無料シャトルバスに転用された。 海崎山崎の指定席と日南号が利用できる日南レールバス切符が発売されていた。日南号の運転時刻は海崎山崎の南号駅到着時刻に準じており、往路、袋どちらかを海崎山崎、もう片方を日南号に乗車して宮崎駅南号駅間を往復することが可能であった。2009年12月5日以降は、 日南号を2往復に増強し、日南号、日南号として、それぞれ1往復ずつ運転されていた。列車利用促進のため、宮崎県では平日チャーター補助制度を実施し、海幸山幸専用車両を平日に貸し切り、団体専用列車を運行する場合に、県内の団体及び旅行会社に補助金を交付している。ありがとうございます。